どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、体脂肪がカロリー制限なしで、5倍も減る。もっと言うと、具体的な数字で言うと、体脂肪がですね、カロリー制限一切しなくても 11% も、減ると。ちなみに内臓脂肪はね、23% も減るんですけど、そんなですね、最強の朝食についてご紹介したいと思います。で、一応僕は普段はですね、断食をお勧めしてました。朝ごはん食べませんというふうに言ってるんですが、僕と同じように朝ごはん抜いて、昼ごはんと夜ごはんしか食べない人は、昼ごはんとして、この、方法を使ってください。で、朝ごはんね、から食べないとやっぱりちょっとね、体調もあれだし、朝ごはんはね、私は食べたいと、俺は食べたいというふうに思う方は、朝ごはんからですね、今日、ご紹介するですね、朝食を、食べていただくと、めちゃくちゃ痩せます。はい、というですね、強烈な、最強のですね、ダイエットフードについて、ご紹介したいと思います。カロリー制限なしでですね、ダイエットするってなると、やっぱり女性とかだとね、やっぱ酵素ダイエットだ、酵素ダイエットインチキですから、あれ気にしなくていいですよとか、あとなんかよく糖質の吸収を抑えますみたいな、とことかあるじゃないですか。あれもほとんど、ほぼインチキです。あれね、若干減るんですよ。若干減るんだけど、ほんと誤差ぐらいのレベルしか減らないので、もうほんとね、ただお金を払ってですね、なんだろう、トーク掘ってのつけたいだけでですね、やられてるので、結構闇が深い製図なんで、ああいうのは無視してください。で、あとよくある、ダイエットのサプリなんかはですね、かなり危ないです。痩せるものはあるんですよ。痩せるんだけども、体をぶっ壊して痩せる、サプリが結構多いので、ダイエット系のサプリはですね、すべてインチキだと思っていただいて構いません。現状ではね。まあ、多分使えるダイエット系のサプリがあるとしたら食物繊維ぐらい。で、これも普通にサラダとかで取った方が、必要な栄養素とかも入ってくるのでいいので、まあ、だからやっぱね、野菜食ったらって安心になるんですが、今回は野菜ではございません。はい。朝ごはんにですね、ある、ものをですね、3つほどですね、食べる、だけで、なんとですね、さっき言った通りですが、体脂肪が 11% も減ると。しかも、カロリー制限なしですよ。っていうですね、そんな、強烈なですね、の方法を今日はご紹介したいと思います。今回のですね、研究なんですが、朝ごはんにですね、あるものを、追加する、だけでですね、めちゃくちゃ痩せますよと、いうですね、そんな研究ですね。はい。こちらですね、アラバマ大学の、実験でですね、26人の男女を対象にした研究です。年齢は、やっぱ痩せづらくなってくる年齢をですね、使ってるんですよ、この実験は。60歳から75歳。もう多分ね、もう一回ね、お腹周りについてしまった脂肪がですね、減ることはほとんどないであろうと言われるような、そんな年齢ですね。で、かつ、BMI が30から40。つまり、もう60から75までいって、肥満体でも全然運動もしないし、できないみたいな、まあそんな人たちをですね、対象にした、研究なんですよ。だから、まあ運動とかしたりとか、痩せようと頑張って、で、挫折してしまくってきて、60とか70ぐらいまでなってしまった人、対象にしてるんで、若い人だったらもっとですね、効果があるはずなんですね。で、実際ですね、これどういう風にしたかっていうと、実験では全体をですね、2つのグループに分けました。朝食を少しだけ変えるんですね。1つ目のグループはいつも通りの朝食を食べてもらったグループです。まあ炭水化物ですね、パンとかシリアルとか、これ海外の実験でパンシリアルですけど、日本だったらお米とかね、そういったものがですね、一般的な、西洋食ですね。三大栄養素のバランスは糖質が 55%、まあ大体朝ごはんなんかこんなもんですね。あとタンパク質とか 20%、タンパク質が 20%、脂肪が、脂質が 25% の食事でした。ではもう一個のグループはっていうと、朝の炭水化物、シリアルとかパンとかお米の代わりに3個卵を食べるというですね、そんな、朝食を卵メインにするっていうグループですね。だからまあ皆さんだったら朝例えば食べてたりとか、あとは昼ご飯から食べる人はパンとかお米を一旦なくして、これを卵に変える。で、パンとかお米をなくすだけじゃダメですよ。卵に変えてくださいね。で、この卵に入れ替えることがすごいっていう研究なんで、なくせばもっと痩せるって話ではないです。はい。朝の、まあ、シリアルとかパン1食目、お昼ご飯からの方は、お昼ご飯のですね、炭水化物を卵3個に変えるというですね、そんなことを、行ってもらったグループです。3大栄養素のバランスは、糖質が 25%。まあ、普通に入ってますからね、他の食事にもね。タンパク質が 25%、そして、脂質が 55% です。で、こうすると、あれ脂質増えてんじゃねえかと。いつも通りの朝食が糖質 55%、タンパク質 20%、脂肪 25%。5% ですよね。卵をですね3個にするとどうなるかっていうと、糖質は下がります。 25% まで下がるんですが、タンパク質は 25% ちょっと増えるだけですね。そして脂肪はだいぶ増えます。 55% になるんですよ。で、これだけ見ると脂質が 30% も増えてるから、これ絶対太るだろうと思うんですが、結果はですね、全く違ったんですよ。脂質が多い、カロリーが高いと言われている卵なんですが、どうやら、卵に関してはですね、単純なカロリー計算では測れない効果が実はあったんですね。で、変えたのはですね、この朝食だけです。朝食の、炭水化物、パンとかお米とかシリアルを卵3個に置き換えるということをしただけです。それ以外の食事はいつも通り好きに、取ってもらったんですね。カロリー制限は全く行っておりません。で、これ卵に置き換えただけでですね、すごいことが起きました。
8週間後にですね、この、参加者の人たちの体型を DXA 法っていう方法で測りました。これ DXA 法って何かっていうと、皆さんよくほら、体スキャンじゃないけど、こうピッてやって測るさ、こう、なんだろう。体脂肪を測るさ、こう電気で測るやつあるじゃないですか。で、ああいうインピーダンス法って言うんですけど、あえて電気で体脂肪を測るやつって誤差がひどいんで使い物にならないんですよ。だからちゃんとした実験では DXA 法って言ってこの X 線を使って体脂肪をですね、測るっていう精度が高い方法で測ってるんですね。で、この DXA 法でですね、ちゃんと測ったところ面白いことが起きたんですよ。卵をですね、朝食の1食目のですね、メインとして3つ、加えたグループっていうのは、そうでないグループに比べて総脂肪量が5倍も減ったんですね。体脂肪にして11% も減ったんですよ。そして内臓脂肪は激減しております。23% も少なくなったんですよね。もう本当に特にカロリー制限も何もせずに、朝または1食目のですね、炭水化物を卵3個に置き換えただけなんですよ。そう。それなのにもかかわらず、こんだけですね、体脂肪が減っていたと。で、このですね、減った原因なんですが、結構すごくてですね、他にもですね、いいポイントがありまして、普通に考えたら卵ってカロリーが多いんで、あんまり食べない方がいいんじゃないのって、あんま食べ過ぎが良くないよねって思う方もいると思うんですが、3個は全然余裕です。なぜか説明します。実はですね、卵が、そのカロリー量になってですね、あまりある効果がありまして、例えば、他にですね、起こった効果としては、さっき言った体脂肪が 11% 減ったという効果に加えて、HOMAIR ってのが改善しました。まあ、これはまあ簡単に言うと、糖質を燃やす、代謝する機能ですね。これが良くなって、痩せやすい体になったんですよ。朝ごはんに3個の卵を食べるだけで。で、さらに、中性脂肪が減少して、HDL コレステロール、いわゆる善玉コレステロールって呼ばれるやつですね。これが増加していたんですよね。で、さらに、筋肉量と、あと普段のですね、基礎代謝の部分に関しては変化があんまりなくて、まあ、ここら辺はですね、まあ昔、過去のデータと同じようなところなんですね。でですね、なんでこんなに差が出るのかってことなんですが、これあんまり詳しく、分かってはいないんですが、これ実際にですね、調べてみると、例えばこう、卵がですね、結構タンパク質が多いので、タンパク質多い食事をするとですね、食欲が減るんですよ。だから例えば、朝ごはん3個卵茹でるのがめんどくせえって方、朝プロテインを飲むとかでも全然構わないんですが、これね、ただプロテインが増えたから、タンパク質が増えたから食欲が減る理論、理屈ってのは実はあるんですけれども、これちょっとね、なんとも言えなくて、なぜかっていうと、さっき言った通り、卵3個に置き換えても、タンパク質量は 5% しか増えてないんですよ。だから 5% タンパク質が増えただけで、こんなにね、変化出るかなっていうところではあるんですよね。だからそこら辺はちょっとわからないんですが、一応ですね、もう一個の仮説としてですね、上がっているのは、いわゆるこう、タンパク質も大事なんだけれども、卵に含まれている特定の物質が、もしかしたら、僕らのですね、脂肪を燃焼する能力を高めてるんじゃないの？と、いうですね、ことが言われているわけです。これは何かというと、卵にですね、多く含まれているですね、ダイエットに効きそうな栄養素といえば、コリンですよね。で、このコリンっていうのは、ビタミン B の、一種で、脳とか、心臓とか、のですね、健康を保つために必要と言われているですね、物質なんですよ。で、これですね、実は、要するにこうね、のですね、働きを良くすることによって、例えば食欲を抑える能力が上がったりとか、あと心臓とか心肺機能とかを、維持してくれるので、要するに代謝が上がったりとか痩せやすくなるんじゃねえのかと。で、これコリンが不足すると確かに太りやすくなるって先行研究はあるので、もしかしたら現代人に不足しがちな、太りがちな人に不足しがちなですね、コリンを卵によって補ったことが原因なんじゃないかとかっていうですね、こういうことがですね、言えるわけなんですよ。はい。なのでぜひですね、痩せたいという方はですね、朝ごはんのとかですね、あとお昼ご飯とかにですね、が一食目の方はですね、炭水化物とかパンとか、ご飯とかを卵3個に変えてみるということをぜひやってみてください。ちなみにこれ一応補足しておくと、結構太り気味な人たちを対象にした研究です。なんで例えば体脂肪が今自分 15% なんだけど、この 15% の体脂肪をバッキバキに減らしたいと、例えば腹筋をバキバキに割るには 10% ぐらいいかないといけないんで、 10% にしたいと思う方が卵を食べても、まあ、多分そんなに効果はないと思います。ただ、例えば体脂肪が 20% 近いとか、そういう方はですね、効果があると思うので、ぜひですね、やってみてください。で、体脂肪 15% とかから 10% 台とかまで落としたいという方は、さっき言ったようにプロテインとかを使った方がいいかもしれません。カロリーがね、低めの糖質少なめのプロテインとかで食欲を抑えるってやり方を併用した方がいいかもしれませんが、まあ、いずれにせよですね、朝ごはんにですね、卵を3個、食べると、あるいはね、お昼ご飯にね、1食目お昼ご飯の方はですね、お昼ご飯に卵を3個食べるということをするだけで、こんだけ差が出るんだったら、まあね、まずは卵3個からやってみると
といいんじゃないのというお話でした。はい。で、卵のね、安全性ってかなり確立されてるんで、2、3個とかだったら、まあ、もちろんお医者さんと相談してもらいたいんですが、確かね、前見たね、研究とかだとね、卵2個とかだったら全然糖尿病の人が食べても問題ないんじゃないみたいな研究とかも出てましたんで、まあ、もちろんね、主治医の方とちゃんと相談してくださいね。そんな研究もありますよというお話でした。というわけで、ぜひですね、太り気味の方、あるいはちょっと最近お腹周りの脂肪が気になるとかいう方は、ぜひ卵3個ダイエットやってみてください。で、今日はですね、そんな、最強のですね、痩せる朝ごはんというのをご紹介しましたが、もっと体脂肪を絞りたい、例えばちょっと腹筋をバキバキに割りたいとかね、15% から落としたいとかっていう方とか、女性だったら 10% 台にね、乗っけてみたいと。だいたい女性の場合はね、15% いくと腹筋バキバキになりますから、18ぐらいでもかなり綺麗な、スタイルになると思うんですが、そういう風にですね、体脂肪をコントロールするための方法を解説した動画を今日はご用意しています。でね、体脂肪のコントロールってすごく重要で、なんでかっていうと、ずっとバキバキ保つの大変なんですよ。例えば腹筋バキバキに割るのは、男性だったら 10% 切るぐらいまで持っていかないとバッキバキにはならないんですけど、やっぱね、体調悪くなるんですよ。そこまでいくとずっとそれを維持するとね。だからおすすめは 13.5% ぐらい維持してください、男性だったら。で、これでじゃあそろそろ海に行きたいからバキバキにしたいなと思ったら、まあ、3週間ぐらいかな、 3、4週間ぐらいでちょっとですね、絞ればバキバキにできるんですよ。で、こういう風に体脂肪をどうやってコントロールしたり操作するのかって方法を知っていれば、もちろんね、 15% 以下まで落とすためにも使えるし、バキバキにするためにも使えるので、ぜひですね、今日おすすめの動画、1つ目、番組タイトル下の概要欄、そしてですね、コメント欄に入れてあります人生を変える体脂肪ソースの科学、ぜひチェックしてみてください。もう今年はなかなか海に出かけることもないと思いますが、ある程度落としておくっていうのはやっぱり大事だと思いますので、ぜひですね、参考にしてみてください。そして2つ目の動画が、そんなバキバキにはしたくないんだけど、太りたくないと。時々外食行ったりしてお腹周りに脂肪がついてくるの嫌だなと、体型をかっこよく保ちたいと、別に脱ぐわけじゃないけど、という方は、おすすめの動画二つ目。1日4分からのモテる体型の作り方、ぜひチェックしてみてください。たった1日4分とかでも、実はね、素敵な体って保てるんですよ。じゃあどういう風な運動をすれば保てるのか。これをですね、僕もやっている最も効率のいいですね、運動方法を詳しく解説した動画が、今日二つ目の動画。1日4分からのモテる体型の作り方になります。ぜひこちらの方もチェックしてみてください。おすすめの動画は番組タイトル下の概要欄、あるいは、コメント欄からチェックしてみてください。そして今日のおすすめの本なんですが、2冊健康に関する本、ダイエットに関する本をおすすめしておきます。1つ目の本が一生リバウンドしないパローダイエットの教科書という本ですね。僕のリサーチも、担当していただいている SGQ さんの本なんですが、体型ごとにね、どういうダイエットを使ってどういう食事をしていったらいいのかっていうことがですね、解説されてますね。これ超おすすめです。もうダイエットの本はこの1冊で全然こと足りると思いますんで、ぜひですね、一生で最後のダイエット本としてぜひ、チェックしてみてください。番組タイトル下の概要欄に入れておきます。そして2つ目の本なんですが、やっぱね、サプリとかに頼って痩せようと思う人がいるんですよ。で、確かにサプリは効果あると言われてるサプリもあるんですが、ほとんどのサプリが実は効果がないか有害です。はっきり言ってしまうと、ほとんどのサプリが、じゃあどうやって選べばいいのか。特に日本で売ってるサプリってかなり怪しい。日本で、ね、サプリに対する基準がかなり甘いので、怪しいサプリとかありますんで、こういったものにですね、ハマらないためのですね、おすすめの本2冊目です。服用危険、飲むと寿命が縮む薬サプリ、疲れ、息切れ、めまい、不眠、物忘れ、をですね、作っていくような、そんなやばいですね、サプリに関するですね、解説が、されているですね、本になりますね。ぜひですね、こちらの方も変なサプリに騙されてね、お金とね、時間とね、自分の健康をですね、犠牲にする前にチェックしてみてください。服用危険という本です。おすすめの2冊の本も番組タイトル下の説明欄に入れておきます。で、さらにですね、説明欄の方には、概要欄の方にはですね、僕の無料のオーディオブックのリンクも入れておきます。まあ、通常ね、1冊ね、2000から3000円でぐらいでですね、Amazon ってオーディオブック売ってるんですが、なんと、僕のオーディオブック今、無料キャンペーンをやっております。一人一冊なんですが、超集中力とか超読書術とか、そういったですね、僕のですね、結構売れている絵本がオーディオブックになってるんですが、これがなんと無料で聞けるというキャンペーンを今だけやってますので、ぜひですね、番組タイトル下の説明欄の方から無料のリンクチェックしてみてください。というわけで今日もありがとうございました。おすすめの動画、おすすめの本、そして無料のオーディオブックは番組タイトル下の説明欄、概要欄、そしてコメント欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。